ほなら、まあ、万有引力やっていくか。ちょ、そこかけへん。もう、はい、もう泣いた。もうそこかけへん。はい、行きます。行きます、言うてもな、俺がやるだけやねんけど、まず、万有引力って何なんていう話やんな。ちょっとな、最初の、まず、この文字がな、ちょっとやる気をなくさせるんで、ちょっと綺麗に書きたいよね。綺麗な字の人っていいよね。うわ、そんなこと言うとったらもうどんどん汚なるやろ、ほんまに。汚いって。でもほんまちょっとやる気を出させるようなさ、って言いかけたわ。字書かせて。まあ、万有引力の話するて。な。もう速攻や。惑星の運動の次のケプラーの法則って書いてるやん。もうこれが、もうなんか、いい思い出がないわ。ケプラーの法則言うて、もう、ちんぷんかんぷんやった記憶しかないです。はい。第一法則ね。オッケー。ケプラー。こういう時にな、ケプラーってどんな人なのか、いうのをな、ちょっと調べんの。行こう。ケプラー。これな、おもちゃ、反応遅ない?これ。これどうにかしてほしいねんけど。ケプラー。ケプラー、ヨハネス・ケプラー、この人?めっちゃ昔やん。あ、ほんまや、この人や。やっぱ。めっちゃ昔やん。もう最近やと思った俺。ちゃうんや。この人やって。貼っつけとく?写真に追加して。貼っとこう。これ、めっちゃでかい。この人だ、ケプラー。ケプラーの第一法則です。ケプラーの法則って書いてます。ケプラーの法則って。なんなん?ケプラーの法則って。第一法則、まあ、第3まであるねんな、こいつのな。OK。じゃあまず1個目。第一法則。惑星は太陽を一つの焦点とする楕円上を運動する。惑星は太陽を一つの焦点。焦点っていうのが、まずそもそも、これはな、なんかちょっと覚えてんねん。楕円の、これどういう点やったっけ?ちょっと忘れてもうたわ。まあ、楕円形あるやん、楕円形。これな。これなんかこういうところを焦点って言うんやろ?その焦点のさ、定義を忘れてしまったんやけど、まあ、こういうとこが焦点やん。で、まあ、ここにだから太陽おるってことやろ。はい。あら、かわいい。どうしたん?なあ、右目だけとんでもない、なんかもう、腫れ物できてますやん。はい、太陽。焦点が太陽やと、するような動き方をすんねんな、惑星って。この炎上を動くんやでと。はい。これが第一法則?ただただそれだけの話?楕円運動するよっていうことな。オッケーオッケー。第二法則。何も書かなかった、第一。第二法則は惑星と太陽とを結ぶ線分が一定時間に通過する目。あった。ここがだから地球やろ。ちょっと待って。普通こう回りやんな。こう回りやんな、惑星って。やんな。で、いいよな、太陽の周りを。だから、地球が、ここから、クロック塗りつぶしした方がいいかな、あんまりな。ここから、ここに移動したときな。この時の太陽からの、この線分や。太陽と惑星とのこの線分。これの移動したところや。だから、
こういうことやろ、こういうことやろ、こう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 いうことやろ。ここやんな、だから。これやろ。ここの面積やんな。一定時間に通過する面積は一定です。え、そうなんや。だから、この、こっからここの間が、例えば10秒とかやったとして、じゃあ全然別の場所な。同じようにグイーンってこう、グイーンって来て、ここにしよう。こっから、またグリーンってやってもた。こっから、例えばここまで移動するに、同じように10秒かかってしようや。その時の、この面積一緒って言うとん？うせやん。ほんまに？俺の絵が悪いんかもしれんけど、絶対ちゃうやんって思うけどな。でもまあ一緒なんやって。これが第二法則な。一定時間に通過する面積は一定ですと。うん。で、決まった時間ってことやろ？歩いて同じ時間の間に移動した分の、その線分が通過した。線分ってこの線のことやな。線が通過してるところ。ここの面積は、まあ同じ時間やったら、面積一緒やでと。すごいね。おいで、面積速度一定の法則、ああ、だから面積速度って言うんや。面積速度一定の法則な。面積の速度、OKOK。一定の法則。で、面積速度っていうのがなんか式で表されてる。2分の 1RV サインシータ。もうわからん。イコール2分の1あ、なに ?R1V1 とか言われてんけど。あ、そう、あ、オッケー。イコール、2分の1、R2V2 やろ、どうせ。どうせ。が、ずーっと一定やでと。はいはいはい。最後の2個は分かってる。最初のこの、なんだ、2分の1、RV、サインシータってなんだ、サインシータ。あー、そういうこと？マジか。楕円があって、ここに太陽がここにあったとするじゃん、焦点な。で、V がこの向きを、接線方向って言うんですか？この、そのままスポーンって飛び出しますよ、の向きや。地球に行ったら太陽に引っ張られるからギューンって曲がるだけで、そのままなかったらスポーンってまっすぐ行きますよ、のこの向きに、速さ V や。ほんで、太陽からここまでのこれ長さが R や。ほんで、シータがここの角度やって。なんでこれで求まるのかちょっとわからんねんけど、このサインはどっちについたん？サインシータ。サインシータってことは、R かけるサインシータかける2分の1やろ？V サインシータ、R サインシータかな。R サインシータやったら、ギュン。ここ。ああ、まあまあ、だから、底辺かける高さ割る2みたいな話か。こうなった時のこの三角形の底辺 V かける高さが R サインで求まるんじゃん。R サインだもんな。このなんか、このライン上のこう垂直な高さみたいなイメージよね、多分。かける2分の1やから、この三角形の面積。ってことじゃ、多分。それが、なんで、あれなん、楕円のその面積になるのちょっとよくわからへんねんけど、まあでもそれが一定やってことな。だからまあ微小にすれば、まあその三角形の面積も、上のこの面積ってことか。まあ、なんか三角形っぽいし、みたいな話やん、多分な。はーい。だって、とりあえずまあこれは、ちっちゃくしてこっち置いとく？せっかくだし。これな。ちょっと大きくしておきますと。んで、ついに3や、第3法則や。ケプラーの第3法則や。さっきからさ、雨音がすごいんやけど、降ってる？うわ。めっちゃ降ってるやん。え？どうすん？バイクで来てんねんけど。ちょっと待って、いつやむのこれ。え、全然やまへん、全然やまへん。え、全然やまへんねんけど、ほんまにやまへんねんけど。終わったわ。え、
何言ってるの。しかも何やったら30分前に帰ってたら降ってなかったんちゃう。わあ、まあ、ええわ、とりあえず、まあ、いつ帰ってももう一緒やろ。ええ行こう。で、何やったっけ、第三法則や、第三法則。すべての惑星について、はい。惑星の公転周期、周期っていうのは、あれやろ、一周するのにかかる時間のことやんな。一周するのにかかる時間を周期っていうやん、確かな。公転周期 t の時間ですよね。だから、一周するときの時間の2乗と、軌道楕円の長半径。はあ、半長軸の長さ。もう、わからん。長さ A の3乗の比は一定になる。もうわからんって。公転周期 T の2乗な。オッケー。公転周期 T の2乗。まあ、一周するのにかかる時間の2乗や。まあ、これはまだなんとなく、わからんけど、ギリわかるみたいな。ね。で、軌道楕円の長半径、長い方の半径ってことな。半長軸って何だ、半長軸って。あ、長い方の半径、あー、オッケー、了解や。だから、この長い方の半径な。こっちが短い方の半径やろ。あ、直径な。長い方の直径と短い方の直径があって、長い方の直径の半分や、ここや。この長さや。この長さをだから A ってするんかな？長半径の3乗やと。この T の2乗、周期の2乗と A の3乗の比は一定になる。A の3乗で割った時の値っていうのは常に一定なんだよと。いうお話だそうです。はい。何一つわかりません。一応式は覚えたつもりですが、何一つわからないってことですね。第一法則っていうのは、あれでしょ？惑星っていうのは焦点、太陽を焦点とする楕円軌道で描くよって話やんな。ほんでから、式や式。式は、2分の1の、R、V、サインシータやろ？で、イコール、2分の1、R1、V1 やろ？イコール2分の1 R2 V2。 これが一定や。一定やつやろ。R がここの長さやんな。で、V がこの速さやん。で、ここがシータやんな。オッケー。覚えてる。ほんでから、ほんでから、あとは第三法則や。第三法則は、T の2乗と、A の2乗、いや A の3乗の比は一定やでと。ってやつやんな。で、T っていうのは周期や、周期。一周するのにかかる時間な。一周するのにかかる時間の2乗と、A っていうのがこの、楕円の、これやんな。長い方の、軸の半径。半長軸ってやったっけ？長半径か？長半径ってやったっけ？ね。そこの3乗との比。は一定やでと。もう分からん。これは何を表して、さっきのはまだな。分かって、面積やん。これ何を表してるんか、ほんま分からんねんけど。なんなん？この。これはな、だってな。違うろ。これはだって、面積やん。何やったっけ？面積速度やったっけ？まあ、要は、面積の増える速さってことやん。それはイメージ湧くやん。その、ミューンってこう増えていくときの面積だから。それわかんねんけど。で、このさ、3番の、この A の3乗分の T の2乗が一定ですの意味がわからん。想像もつかん。まずな、速さを2乗してる前でな、もう俺らはな、無理やねん。速さだけ。じゃあ時間。時間を2乗してる前で意味がわからん。だって、2秒言うたらわかるやん。やけど、2秒の2乗の4って何これ？単位もわからんやろ、単位も。秒じゃないやん、絶対2乗してんねんから。何をしたいねん、みたいな。何をしたいねんってなるやん。もうわからん。A の3乗分の T の2乗に関しては、ほんまわからん。まあまあ、でも、覚えましょう。あ、ちょっと待って、一定って書いてるけど、まあ一定やねんけど、だから定数やな、定数。定数の K って書いてるわ。これにしよう。これやね。
で、K は定数って一応書いてたんで、こうしとこうか。はい、こうです。そうですね。ほんで、とりあえずケプラー終わったわ。ええか。みんなええか。覚悟はええか。なあ。ちょっともう無理みたいなことになってるやん、みんな。まあ、俺もや。そんな時は、この人見て。あ、てかもう見て。これがもう楕円じゃない？お、ちょっとびっくりした、これ。なあ。見て。これが楕円ちゃう？すでに。これがすでに楕円ですやん。まあ、これは写真を切り取った人の、まあ、切り取り方によるんですけど、そんなもんな。ケプラーやからってわけじゃないんやろうけどな。よいしょ。はい。こうです。こうです。言われても、はってなりますけどね。こうです。ほいでやで、その次行ってみます。あ、だから一回問題あるから、問題解いてみる？惑星は太陽一つの、はい、もうこれはね、良い風ですよ。まあ、一応ここ書いとこう。焦点でしょ。太陽を一つの焦点とするやろ。ここ覚えてるで、これは。で、とするなんちゃら状。はいはい、楕円や、楕円やねんけど、楕円のだの字覚えてないわ。なんか多分こんな感じやんな、楕円のだって。ずいやん、これ。ええの。ひらがなで書いとった。くそ。ちょっと調べよう。これはもう、俺は問題の上行くで。問題の上に行きまーす。うわ、惜しい。奇変やった、楕円。そうやったっけ？はい、こうです。楕円やって。はい。ほいで、まあ、楕円上運動します。あ、1番終わり。あ、1番って書いておこう、1番。2番行くわ、2番。右の図の、ごめんな、右の図、君らにないんやけど、俺がもう手書きするわ。右の図は、それと楕円やって、てんって縦と横な、縦と横とか言わんとこが、かっこよく、何ですか。長半径と単半径でいいかな、ほら。単半径ちゃうわ。何これ。長軸って言ったらいいかな。半じゃないもんな、だってな。長軸と短軸にする？ええんかな、それでな。え、がこうやってあって、まあ、ここに太陽がありまして、これ太陽な。太陽って書いておこう。見える？ちょっと、点々がな、雑いんよ。やっぱね、こういうとこはね、家に、あ、ちょっと待ってな。俺いいこと考えたで。これちゃうか？あ、楕円って漢字ここにあったやん。ほら、やっぱ消えんないな。イエーイ。青って。青のイメージちゃう。しかも太いし、ちょっと待って。黒でもうちょっと細しょ？これぐらいいっちゃう？でーん。ほんでみ。これぐらいの感じや。ほんで、点々欲しい、点々。線や、線。線やねんけど、来た。これもう点々になってるやん、すでに。はい、こうです。こう。もうええやん、ええやん。で、こうな。上からこうや。来た。ほんで、太陽。太陽は、太陽ぐらいも書く自分で。よいしょ。ここに今太陽がありまして、うな。太陽です。ですって。んで、P がここにあんねんな。で、なんか下にガーン矢印ついてはこうやって。これ V1 って書いてる、V1。あ、なんかもうその時点で、あい、V1R1 と、V2R2 みたいなね、二分のや、の式がなんかなんとなんとなく見えてきましたけども、どうせそれ使うんじゃないかなっていう気しかせんねんけど、Q な。これでも、ここ V2 って来てるやん。V2。で、ほら、もうここ R1 って書いてるし、R1。だから、こっち側が R2 な。はい。で、右の図の惑星の軌道について、P、近日点。はい、もう分からんのが出てきた。さっきの図ちゃんと見てなかった。近日点。ここの部分近日点って言うねんて。あ、なるほどね。太陽に近い点ってことやからな。近日点って言うんやって。
P 点での惑星の速さが V1 の時9点。N 日点ですか？これ、なんて読むのこれ。N 日点？ N 日点？ N 日点。ちょっと読み方調べるか。まあ、近日点は合ってると思うね。近日点。そうやな。じゃあ、N 日にする？ N 日点。さっき読み方出たのに、パッと消してもらった。演日。演日点。あ、そうです。演日点です。一番だから、火から遠いってことやろ。その点を Q して、そこの速さを V とします。V2 としますと。ん？速さ V1 の時、V2 を求めましょう。はい、もうめっちゃ簡単やな。これ、半長軸の長さ A と A を求め、また半長軸の長さ A を求めましょう。ここやって。半長軸の長さ A も、これめっちゃ簡単じゃない？だって、あれやろ、面積速度やったっけ？言ってないやろ？だから、左側の近日点での2分の1、R1、V1 と、右側の2分の1、R2 とか言いながら V2 って書いてもらった。R2、V2 が一緒なんやろ？で、その右側の V2 を求めろってことやから、まあ、2分の1、2分の1消すやん。で、V2 イコールにすんねんから、R2 で割ったらいいんじゃん。じゃあ、R2 分の R1V1？ こうやろ。ちょっとかっこよく書くと、書いとく？ V2 イコール、分かってますよ風に書いとこうわ。2分、あ、V2 イコール、R2 分の R1。はい、V1。みたいなね。これちょっと分かってる風じゃない。V1 を R2 分の R1V、R1 倍したんですよ。みたいなね。そんな形やろ。はい、まずこれで1個できた。あと A やろ。A は、A はだってさ、これさ、ここ全体の分の半分やろ。まあ、全体がまず R1 と R2 足したやつやん。どうやろ？ちょっと横に書こう。A っていうのは、R1 と R2 足したやつを半分にしたいんじゃん。こうじゃない？やろう。これで一旦ちゃうか？さすがに。はい。ということで、答え合わせいきまーす。ケプラの第一法則よりも、第一法則よりもじゃないよ。第一法則より、アが小って、はい。余裕で、E が大円。はい、大円ね。だから、2番が、ケプラの第二法則、面積速度一定の法則より、そやんな、そやんな、この式出るよね、やっぱりね。てかまあ、A 書いてる途中に分かったなんてな。で、ゆえに、V2 以降、ほれ、来た。答え通りや。イェイ、この書き方や。んで、長軸の長さが R1 プラス R2 じゃんな。だから半長軸の長さはその半分だから2分だよ。来た、これはもう来たで。はい、もうケプラーはクリアや。な。ケプラークリアしたんちゃうかこれ。さすがにそんな甘ない。な。ただ公式使うただけみたいなことになっとうから、その次のやつ行ってみる？その次のやつ。その次のやつを行ってみましょうか。基本例題とか書いてますんで、よいしょ。惑星の公転周期をって、来た t 出て、ちょっと待ってよ。周期の2乗やろを、a と、それと、a の2乗、a の3乗。a っていうのは、半長軸やんな。それの3乗が、まあ、一定の数字 k やったよな。確かな。これやろ。これどうせ使うんでしょって話やん。楕円、惑星の公転周期を t、軌道楕円の、半長軸の長さを A としますと。T と A の間には全ての惑星について、はい、もう今書きました。すいません。あーですけども、A の3乗分の T の2、だからこれ逆でもいいよな、別にな。はい、これ1個目いきました。これイコール一定の関係が成り立つんだと。また図はね、さっきともほぼ一緒なんですけど、もう一回書いとく？よいしょ。もう一回書いとく。はい。これで、点点点でしょ。でででででで。はい。縦ないわ、これ。で、太陽で太陽。太陽、ほら、この辺書いておか。太陽です。で、もう一回点点点いくで。こっから、この辺やわ。この辺に点 P おるわ。はい。点 P な。んで、それが、よいしょ。こうやって V。
この速さで動いてます。で、ここの角度が θ になる。で、ここの長さが R1 で、こっち側が R2 って書いてて、ここの長さが R だと。こいつが A な。で、A のとこの速さがこっち、真下や。真下方向を向いてて、これ V1 やって。で、から B、こっちが B や。この B では、上向きに V2 や。はい。こんなもんですか？こんな感じになってますよと。ほんで、また右の図のですね、A、B、P。A、B、P。あ、これな。A と B と P な。ここでの速さと太陽の中心からの距離に関して、はいはい、もうこれはもうええわ。これ言うやろ。2分の1。ちょっとスペースあるこれ。ちょっとちっちゃめに書くで。2分の1、R1、V1 イコール、2分の1、R2、V2 イコール、2分の1、R、V、サイン、シータやろ。これちゃうの。だから、これとこれや、答え。はい、じゃあちょっと見てみましょう。それだけや、答えな。それだけです、問題は。まず、R ですけども、はい、余裕。で、その次のやつですけども、2分の、そうです。あ、なるほどな。はい。こっちが、もうはい、正解です。答えの方にな、これな。2分の1、R2、V2 のサイン90度って書いてあってん。ほう。まあ、そらそうやんな。ほう、90度やもんな。だから、サイン90度って1のことやんな、確か。だから、結局かける1するからこれがなくなっちゃって、これになるで、お話らしいです。まあ、なんせでも解けましたよ。な。いや、いけるいける、これ。その下は？その下は、あ、その下行こう。その下のレッツトライみたいなとこやろう。それで、とりあえずケプラー終わりや。これでほんまにケプラークリアちゃう。ほんまに？右の、また図や。書きます。はい。こんな感じね。また楕円です。で、点どうせあるんやろ。そうやんな。長軸と、もう覚えてもだって短軸やろ、これ。でから、太陽がどうせおんねんな。そうやんな。ここに太陽がおりまして、ちょっと待って、もうちょっとこっちに書こう。太陽がおりまして、ここね。んで、上が C やって、ここ。で、ここは A やねんって。ここ A。この矢印が V な。だから、ここは B やって。ほんで、ここの、半長軸やったっけ？これが 5R で、この単長軸って言うんですか？じゃあ単長軸じゃな、半単軸か。半単軸が 4R。で、ここの長さが、太陽から A までの長さが 2R やと。こんな感じ。で、右の図のようなですね、太陽を一つの焦点とする、半長軸の長さが、5R。半単軸の長さが 4R の楕円軌道を運動する、そうやな、楕円軌道、軌道楕円。楕円軌道を運動する惑星があったとしますと。図の A での惑星の速さを V とするとき、B および C での惑星の速さ VB、VC をそれぞれ V を用いて表せと。OK。じゃあここでの、速さが、VB やろ。まず VB いきます。あ、で、C のとこもいきますか。C のとこが、よいしょ。これがだから VC ってことやろ。なら、とりあえず、ケプラーの法則で、2分の1、RV。やねんけど、R が今回ほら、2R やん、ここの半径。これやろ、騙されへんで。2R×V やんな。これが、だから、A での、何ですか？面積速度やったっけ？でしょ？で、B のとこ行きましょう、B のとこ。B のとこは、半径が、これやろ。ってことは、半径がこれっていうか、長さがこれやから、これ全部でだって 5R、5R、5R で全部で 10R やろ、これ。これ全部で 10R やんな。ってことは 10R から左の 2R 引いたいねんから、ここ 8R じゃん。やんな。ってことは、2分の1かける 8R かける VB じゃん。ちなみにこれ90度やからサイン90度ってことやな。だから、1やで。だから変わりません。
ちなみにこれとこれが一緒やねんから、今 VB 出るんちゃうか、2分の1と2分の1消えてもて、まあ、一応2分の1書いとく、こうやろ。これと、これが一緒なんやんな、要は。まあ、2分の1消してもて、VB が欲しいねんから、8R って割ったんやんじゃん。2RV やろ。ほな、R 約分して、2も8も約分したら4や。ってことは、VB は、4分の、1V にしとく。ちょっとね、わかってますよ感を出しておきましょう。こうちゃん。え、1個目できたんちゃうこれ。ちょっとこの辺の途中式消しとこう。消さんでもいいんやけど。これな。ここに書いとこう。はい、これ。1番って言ったらね。別に1番って言わんでもいいか。はい。で、もう1個が、C やろ、C。消しゴムやった。C はこれな。ここやねんよな、こう。こうなるわけやん。んなら、あ、俺分かってもうたかもしれない。ここ 3R やんか。で、この縦がな、下が 4R やから、これも 4R やん。な、これさ、三角形、差し子の三角形ってやつじゃん。3で4やったら、ここ90の時な、ここ5やでっていう決定決まりやん。ってことはこれ 5R やん、5R。あ、分かってもうた。ほな、2分の1の、あ、でもちょっと待って。まあまあまあ、ええわええわ。2分の1の 5R の VC の、ここや問題は。サインの、ここの部分のシータやねんけど、ここやろ、この角度。まあ、一応シータってしとこうか、一旦な。シータって、サインシータやろ。ほな、ちょっとここに四角形書いておくで、こんな感じで。ほな、サインシータって、ちょっとこの差し子、ちょっと消すわ。よいしょ。矢印こうあって、ここはシータで、ここは 5R の、もう5しか書かんで、縦が4の横は3やろ。ほな、サインシータってさ、こうやって書くねんな。うわ、ひっくり返せん、これ。目はあれやろ。こうなっとって、90度ここに置いた時の、ここシータな。サインがこれ、みたい。コサインがこれ、みたい。タンジェントこれ、みたいなやつあるやん。それのサインってこれやから、ここが90度ってことを考えると、よいしょ、よいしょ。これやろ。90度ってことを考えると、サインって、こう見るべきなんやんな。だから、5分の4ってことやろ、5分の4。要は、ひっくり返して、画面ひっくり返して見てって話やろ。画面ひっくり返して見たら、こういうことやん。だから5分の4やん。サインシータってこれ、5分の4になるってことじゃん。俺買ったかもしれん。なら、これ2分の1、5RVC かける5分の4ってことじゃん。ほな、V 使って表しましょう。だから、A と考えたよな。A と C が一緒やで。A と C が一緒やでってことじゃん。VC な。5分の4。俺もさっき約分しとこう、5分の。2分の2分の消えるやん。4R で割ったやねんから、4R 分の 2RV っていうのが、これが VC じゃん。R と4で割ったってことだからな。ほな、R 約分できて、2と4もこれ約分できてやから、出たんじゃない ?VC は、今回どこ ?VC は、2分の 1V じゃん。買ったかもしれん。はい。ちょっと答え合わせしましょう。答え合わせしましょうやけど、待って。これ答え、うわ、ちょっと待ってな。答えがないわ。答えは、これ持っとったっけ?これ中入ってたような気がするね。あ、あるある。何番これ。はいはいはい、OK。34やろ、34。はい、これです。VB は4分の 1V。はい。で、VC が2分の1。おい、来たこれ、ホレミ。イエーイ、来たよ。終わったよ。ケプラー、クリアや。終わってもうたわ、ケプラー。はい、ということでしたや。
次のページでですね、万有引力が入るんです。なので、一番最初に俺万有引力頑張るで言うたけど、まだ万有引力にすら達してなかったっていう、ちょっとこれ消しとこう。失敗してるからな。ケプラーの話やったわ。惑星の運動ってやつだそうです。でもまあ大きな括りで万有引力って書いてるから、まあいいんでしょう。次のところから万有引力に入りますと。せやからまあ、次回やね。次回万有引力やったら、これ何？そうやんな。それがちょっと長そうなんやな。でもまあそれやってもうたらここの範囲終わりちゃう。オッケー。ちょっと頑張ろう。まあとりあえず今日ケプラの法則を、まあクリアしたってことでいいんじゃないんですか？いやでももっと難しい問題やらな分からんから、なんとも言えへんねんけど、とりあえずまあ基本的なところはできるようになったやろ俺。覚えたやろ。な。最初は意味わからんとか言ったら、これでも一回しか使ってないやんな、この、こいつ。これ結局、いまいちなイメージ、今のところまだ、未だにイメージつかめてないから、これ出られたらちょっと困るよね。ただまあまあ、A と T、周期と、何だっけ、長半径やったっけ、半長軸か。とかの言葉が出てきたら、まあこれ使いましょうぐらいな感じで、ええんちゃうかなと思うねん。まあ、よしとしましょうか。はい。ということで、今回は、ケプラーの法則。いや、最初は万有引力のつもりやってんけど、ケプラーの法則を、ちょっとまあ、頑張ってね、やってみました。ということでした。お楽しみいただけたでしょうか？お楽しみいただけたでしょうか？最後の最後で噛んでもうたっていうな。もう最悪や。ああ、もう、やる気のなくもうた。これいいなぁ思うな。まあ、次回も見てくれたらいいと思います。これもちょっと頑張ってみるわ。次、万有引力。ね。ちょっと万有引力できたらさ、頭いいですアピールちょっとできそうじゃない？やろう。そんなこと思わへん。おーな。いけるやろ。それいけるやろ。万有引力説明できますよ。説明できるかどうか知らんわ。公式知ってんでとか問題解けるで言うたら、めっちゃ頭ええやんみたいなことになるもんな、多分な。で、まあ、もう俺が今そんなイメージだから。それはね、ちょっと次回1回でいけるか？無理やろ。まあ、次回ぐらいな感じやんな。で、クリアしていきたいですよね。ということで、終わりましょう。はい。ということで、お疲れ様でした。ほなね。